母ちゃんってさ、ご飯作るのすごい上手じゃん。いつも美味しいご飯作ってくれるじゃん。でさ、実は母ちゃん和田明日香に憧れてるんです。父ちゃん知ってるんです。母ちゃん和田明日香のこと大好きなのでさ、ご飯作るときに今日は何時何分までに作るからって言って、なんか時間制限して作ってんの。でさ、味はすごい美味しいの作るんだけど、母ちゃん料理の速さ、作る速さ的には別にそんなに早いってわけではないと思うの、僕父ちゃんはね。なので父ちゃんはその間、母ちゃんがご飯作ってる間、こうやってあんのとリビングでゴロゴロゴロしてんの。聞いとる？ねえ、あんちゃん聞いとる？ね、父ちゃんとあんのとはね、リビングでいつも一緒にゴロ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 してるじゃんね。仲良しだもんね。もうたまにはあれだよ、調理道具がさ、洗い物が出てきたら、その時はまあちょこちょこ洗いに行くんだけど、それ以外は洗って拭いたらまたあんのとこ持ってゴロゴロ、はい、洗って拭いたらまたあんのところっていう感じだよね、いつもね。なんだけど母ちゃん、なんかね、最近ね、料理のスピードがどんどん上がってんので、今日は7時半までに作るからって言って、最初の頃はさ、そんなんどうせまたいつもと一緒でできないんでしょ、あのと父ちゃんはゴロゴロしますよと思ったんだけど、それがどん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 縮まってきて、最近ね、7時半までに作るからって言ったら、ほんと7時半にできちゃうの。やばいんだって、母ちゃんむちゃくちゃ上達してんだって。だもんね、さ、実はそのおかげであのとこうやってゴロゴロして、こうお腹触る時間とかがね、だんだん減ってきてるんです。なんとね、え、だから父ちゃんはご飯早く食べれるからいいよ、美味しいご飯すぐ一杯食べれるからいいんだけど、あのからしたらゴロゴロ時間がね、どんどん減ってきちゃってるんです。なんであんさんはちょっと不満なのです。もっと私のこと触ってくださいよって思ったのね。あのね、そうなんです、最近そんな感じなんです。だから母ちゃんはどん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 早くなってきてね、上達してるんだなと思って、すごいなと思ってね。ご飯を上手に作るだけでもすごいなと父ちゃん思うんだけどさ、その上スピードも上達してきちゃってさ、この先どうなっていくかでね。多分だけど母ちゃんはアレクサにも興味があると思うの。アレクサレッチリかけてとかやりたいと思っとると思うよ。だけどさ、父ちゃん、あのアレクサってどうやってやるのかよくわからなくてさ、 Amazon プライムは父ちゃん契約してるからさ使えるんだけど、アレクサってどうやって使うのかね、なんか買わないかんのかね。ちょっとアレクサの使い方がよくわからん。 iPhone でもできるのかな。多分母ちゃんね、本当はアレクサレッチリかけてってやりたいと思うよね。え、おっ、あ、ごめんごめん、母ちゃんから電話だった。母ちゃん今買い物しに行ってくれとってさ、ねえ、ほんでなんかね、ゴミ袋の容量を知りたかったんだって。なんだっけ、何の話だっけ。そうそう、でもね、母ちゃんはさ、アレクサに興味があると思うじゃんね。ねえ、アレクサレッチリかけて本当はやりたいんだと思うよ。だけどさ、父ちゃんアレクサのやり方がよくわからんくてさ、それやってあげたら多分母ちゃんはレッチリかけてってやると思うよ。本当に和田明日香のこと大好きだから。あとね、母ちゃんはね、当然ね、大ファンなんですから、調理道具だってレミパンとか使ってます。ちょっと持ってくるか。じゃじゃーん、これ見てください。レミパン、レミレミのこのフライパンと、はい、じゃあじゃあ、いないね、これ深いやつ、さっきの分かるナス、これ、あ、こっちが深いやつ、こっちが浅いやつで、さらにじゃあじゃーん、まな板、ね、ここレミを果たすとアノが登場、じゃじゃーん、レミを果たすとじゃーん、アノじゃじゃーん。そう、このレミパンのまな板、これ知ってます？これすごいんですよ。これ実はね、角がね、こう見えますかね、角がこういう風に、ほらほら、ここがね、膨らんでるんです。なんでここで一回ちょんちょんちょんと切ると、切った後にひっくり返すと、ここの下が地面につかんくて、キッチンにつかんくて、こっちでも切れるんです。両面使ったら洗うけど、一回洗わんで済むっていう、こっちでお肉やって、こっちで野菜切るとか、すごくないですか。むちゃくちゃ考えられてる、さすがレミ。ということで、母ちゃんちはこのレミパンの深いやつ、レミパンの浅いやつ、そしてこのまな板と、母ちゃんはレミ色に染まっておるのでございます。はい、片付けます。と、あ、
痛い。母ちゃんはそんなわけでレミパン大好きで、いつもお世話になってます。レミパンいつも大活躍しております。そんなわけでいつも母ちゃんご飯作ってくれてありがとうございます。いつもめちゃくちゃうまいです。これからも美味しいご飯よろしくお願いします。たまにはとちゃまチャーハンとおにぎりぐらいは作ります。最近はご飯食べ終わってお片付けも終わった後に家族3人でゆっくりゴロゴロしてるわけでありますね。あんちゃん楽しい時間が増えたね。結局はね、よかったね。ねえ、バイバイ、ありがとうございます。今回も動画見てくれてありがとうございます。高評価してくれたら父ちゃんすごく嬉しいです。いつもご飯を作ってくれる母ちゃん、当たり前のように作ってるけど、たくさんの種類の料理を毎日毎日考えながら作るってすごいことですよね。父ちゃんはほとんど料理できないので尊敬するばかりです。感謝の気持ちを忘れないようにしなくちゃですよね。また次の動画で。